どうも、すいません。オルタナの内藤です。ウィン。なんでいつもと違う感じ。締めじゃね。ていうことで、そう。締めじゃ。いや、なんだこの勢いのつけ方。自分もいつもと違う感じ。ということで、今日は、うん、初めてのラジオ。日本放送さんのオールナイト、うん、オール、うわうわうわ緊張してる緊張してる緊張してる、オールナイト日本のミューコミプラスみたいな、今回 YouTuber のなんか習慣みたいなので、ほら3日目だっけ、で水溜りでもこの噛んでるじゃん、だんだん緊張してる。今日はちょっとおしゃれに決めてきました。ラジオなので、ラジオだったら絶対見えないやつ。さあ、早速突撃しちゃうぜ。水たまりボンドじゃん。おはようございます。入ってんじゃない。もう回してるよ。もう回してる。奥で腕毛系 YouTuber 渋谷じゃん。キモかっこいい系、キモかっこいい系 YouTuber、 YouTuber。 さあ、ということで今ツイートします。残り3分前。じゃあこれで残り3分前。その予告なんなんですか。あとツイートする予告なんなんですか。これツイートします。渋谷ジャパンがツイートしました。リツイートしました。ありがとうございます。早っ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 。鼻出ちゃうから一番ラジオ向いてない。鼻垂らしながらやる。ティッシュ取っとくわ。いや、ラジオでいい。いやいや、手ぶれ感いらないでしょ今の。それに腕を覆うんです。あー、もうこれモザイクです。モザイク。じゃあ、今帰ってきます。お願いします。お願いします。それじゃあ、よろしくお願いします。生放送中、ミューコミプラス吉田ひさのり VS YouTuber 深夜ラジオで丸々してみた。じゃあ、いくよ。改めまして、生放送中に、元カノが僕の部屋をディレクターに勝手に開放していたことがある、どうも日本放送アナウンサーの吉田ひさのりです。水溜り物のカンタです。はい、トミーです。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは、オルタナチャンネルの内藤です。ウィン。渋谷ジャパンです。ものすごい数もあのいただいておりますので、はい、あのこのうちのいくつかを生放送中に本当にやろうと思ってますので、はい、思いついた方は今のうちにシャープ MC1 につけてつぶやいてください。はい、僕らの小学館のサポーターズプラスをやっているので、はいはい、その間にお願いですが、なんかすいません、ちょっとスライム増やしといていただければ、はい、ありがとうございます。じゃあ水溜りボンドさん、オルタナチャンネルさん、後ほどまたお願いします。ありがとうございました。ということで、ただいま、企画で使うスライムをね、水溜りボンドの2人が作ってくれてます。プロですか。残り6分でもう入れちゃった方がいいね。でもなっております。まあでもこっちがあればなんか企画はできるってことですよね。全然それは、はい、逆に失敗した面白もあるかな。それじゃ間もなくです。はーい。あーで、今作っていただいたんですけど、カンタさんちょっと緩くなっちゃった。失敗しました。ラジオネーム、北海道のカレンちゃん14歳の方、はい、顔面スライムパックからのビンタ。これはまあ顔面にスライムをつけることによって、はいはい、衝撃が吸収されるんじゃないかな。あー、なるほどなるほど。うわ、ちょっと気合い入れよう。これよ。え、よし、最初はグー、じゃんけんぽい。わー、よしよしよし、やばい、すげー。最初はグー、じゃんけんぽい。うわー、やばい、やばい、いい、殺しの弱さ。ヨッピーさん今持ってよ、さすがです。じゃあ、あの脱ぐんだったらここだと思うんですよ。さすが、これまだね、帰ると服ないもん。ヨッピーさんも上手。はい、じゃあどう。あ、そうっすね、結構助かる。あー、相当。ここから、はい、内藤さん、内藤さん、いきましょう。あ、いいっすか。上ら、上ら、上ら。この上半身裸同士のバグやりやる。僕ら何見せられてるの。すいません、もう思いっきり方できないです。何ですか。いきますよ。ちょっと、服の音。耳にスライム入ってるよ。そんなに今、今目の前にやろう、血が飛んだと思ったら、俺血が緑になったと思ったら全部スライム。すごい。あのね、もみあげにスライムついてる。もみあげにスライムついてます。スライムが衝撃的すぎた今。ただね、ただ一つだけ言えるのは、確かにあんまり痛くない。
すごい。この大根なんか風呂みたいだね。お尻にスライムつけたら、うん、ケツバットは痛くないのか。同じでしょ。吉田さんやります。いやいや同じ企画です。同じ企画ですんで。これは明らかにもう一人ここまで脱いちゃったのが面白い方が。あ、そうなん。いや嬉しい。トミーにやってもらうの嬉しい。いや僕先輩じゃない。どうしますか。スライムの威力を測るなら、はい、脱いだ方が分かりやすい。そうですね。まあそうですね。じゃあ一応脱ぎます。ズボンがすごかったみたいになる可能性あります。仕方ない、仕方ないけど脱ぎます。今ですね、渋谷ジャパンさんがパンツにめっちゃついてる。パンツの上に、パンツの上に何だろう。本当に何してんすか。本当に何してんすか。分かんないです。内藤さんの、スライムがべったりついたお尻に向かって、あ、怖い。3、2、1、どうぞ。すみません。あ、あー、痛い。大丈夫ですか。大丈夫ですか。破裂音。大丈夫ですか。破裂音がすごい。あの、じゃあ、可能な限りマイク近くに持ってきますんで、ぜひ一言感想を。いや、すみません。トミーありがとう。いや、なんなんすか。なんなんすか。わかんないか。どうなってるか聞いて確かめてください。明日はゴージャスさん登場。はい、ありがとうございました。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 ありがとうおかしいだろ。これメインで出すんだ、明日。なんでで、恥ずかしい。キューシートやっぱ、キューシートメインチャンネルの。キューシートめくれない。ここだけ出すんだよ。天井に。ねえねえ、これ動画撮っとかないといけない。雲の糸みたいな。これさっきの、ダウンスイングをもとに、ダウンスイングから跳ねたスライムが天井にくっついて、今、鍾乳洞のような気がする。今、内藤さん気づかずこうやってやってたんだ。